何かあるぞ。一丁やるか。
でかいのが釣れますようにと。かかったぞ。なあ、これは大きそう。お宝発見だ。なかなか。一丁やるか。でかいのが釣れますようにと。かかったぞ。あ、これは大きそうだ。いい手応えだ。おいおい、上手の番だ。よし、来てよ。任せろ。さーて、でかいのが釣れますようにと。よし。あ、これは大きそうだ。いい感じだぜ。ま、こんなものか。これは大きそうだ。いい感じだぜ。ま、こんなものか。癒されるな。でかいピッカードが倒れてる。ピッカードにしては骨格が、まさか。
行くぞ！参ります！
まだまだいける。やったぞ。一見穏やかな光景ですが、
いつ古代種が襲来するとも限りません。アドルさん、我々に果たして勝算はあるのでしょうか。そうだな。そうおっしゃりつつも、強い意志を宿したその瞳、やはりあなたはロズウェル卿によく似ていらっしゃる。アドルさん、いえ、アドル様、誠に勝手ながら私からあなたに一つだけお願いがございます。未曾有の事態となりつつある今、私も命を賭して行動するつもりですが、私に万が一の場合があった時、お嬢様のことをお願いしたいのです。それはもう、お嬢様は幼い頃から貴族らしい気高さと人を思いやる優しい気持ちをお持ちでした。ただその誇り高さゆえに、未熟な自分を受け入れることができない。身の回りを預かる私にとって大変もどかしく心配なお方なのです。ですが、そろそろお嬢様の手助けは不要かもしれませんね。アドル様のおかげでお嬢様はご自分の器を随分と広げられた様子。今は彼女の気高さと意志の強さがしっかり噛み合っているように思えます。ロズウェル家の苦難も今のお嬢様なら乗り越えていけるのではないでしょうか。今後が実に楽しみです。これは一本取られました。そうですね、私もここで力尽きるわけには参りませんね。しかしそうなると、アドル様にはますます期待したいことがございます。いえ、責任を取っていただきたいことと申し上げた方がよろしいでしょうか。そのようにとぼけられても、まさかそんなところまで旦那様に。なるほど、これはまだしばらくお嬢様にお仕えする甲斐がありそうです。アドル様、今後ともよろしくお願い申し上げます。みんなでつついたってのに腹いっぱいになっちまったな。あ、わしもだ。この島は恐ろしいところだが、魚は生きがよくて油も乗っている。古代種どもがいなきゃ漁をするには絶好の場所だぜ。できれば船長殿にも食べてもらいたかったがな。わしはな、島から出られたら船長殿の家族に会いに行くつもりだ。船長殿はわしらのために本当に力を尽くしてくれた。同じ海の男として最後の姿をこの口で伝えんと気が済まねえんだ。
なら。ありがとうよ、アドル。海の男といや、あのキャプテン・リードのこともわしはずっと気になっていてな。罪を着せられ、家族や部下に再会できないまま死んじまって、せめて子孫でもいりゃ真実を伝えてやりたいもんだが。確かにそういう可能性もあるか。そうだな、世間の常識だけが真実じゃない。今もキャプテン・リードのことを信じてるやつはいるかもしれねえな。よし、故郷に帰ったらせめてわしの家族には話してやろう。この島で見たこと、聞いたことをたくさん、たくさんな。おーし、なんだか元気が出てきたな。アドル、張り切って出発するとしようぜ。